先ほど、神の鳥海選手サイドボードプランに、えー、触れさせていただいたんですけれども、はい、こちらのヘルム・オブ・オベディエンスと国の力戦ですね、はい、これちょっとまあ効果ご存じない方ともいるかと思いますのでちょっとまあサイドボードの時に説明させていただければなと思いますが、はい、まあ簡単に言うと瞬殺、ね、そうですねライブラリーがなくなって一瞬で死にます。うん そして先ほどポイントだと言っていたの心なき召喚ですねこれもかなり注目ですねいや僕これスタンダードで大好きだったんですけど、うん、まさかヴィンテージでこのなはで <laughs> <いや S 1> ることにない結構ねマイナス1が結構相手のカジュイの対策になるっていうちょっと感動してしまって僕、ね、考えるなと思ってねいやさあどんな勝負になるのか見ていきたいと思いますまず,ま,まずはメインですよね、うん、まずメインさあヴィンテージ対決ですねこれはもう一瞬で決まる可能性ありますからね しかしコンボ何もない <laughs> 妨害ししこれをキープする形ですね<て>先手どちらですかね先手どちらか鳥海、まあ、選手から見せてるんで鳥海さんからのような気がしますがどうでしょうさあ対して高橋選手の所定はの、うん、いいですね、まあ、オースコースはないんですけどドローがいっぱいあってリグもあると黒はかっこいいですねかっこいいですね,いいですね憧れですね,憧れです,ね憧れですよね <laughs> まあ、この手も 先ほど高橋さんの書店にもありましたこの駅構の塗膜ですよね、はい、これも、これ見るフォーマット、ヴィンテージぐらいしか今もう、あんまりないんじゃないかなと思うんですけどね,ね、スタンダードで、神話が流行ってた時に、メインからアーティファクトーがいっぱい入れて、これも入れといて、聞かない相手には、無理やりパーマネントアーティファクトにして破壊するっていう戦略があったんですけど、ヴィンテージだと、ダク・フェイデンでパクれるっていう、すごい。サトリーム選手はマリガンスタート。 ちょっとあまりにもコンボに、ね <laughs> ね、ボイオスができる感じ <laughs> でしたよね。<laughs> はい、ヴいンテージ、高額カードが飛び交うフォーマット、まあ、確かにそうなんですけれども、こういう結構で、ね、マニアック気味のカードも使われる非常に面白いフォーマットでもあるんですね。さあどうか本当にレガシーとかヴィンテージの魅力って、昔は手に入れられなかったけど、今ならっていうカードが使えるっていうのは、すごく。 おいいですね打って変わってこれはコンボっぽいものが結構ありますね <laughs> 吸血の狂持者で足りないものを持ってこれてバザーオブバグダッドで墓地にクリーチャーを落とせれば、うん、さあこのバザーオブバグダッドですね非常に強力な土地ですその威力はもう間もなく分かると思いますが <laughs> さあヴィンテージシーン決定戦開始となりますまずはがっちり握手をして なるほど EDH でカーンに入ってる <laughs> あ土地をアーティファクトにしてカーンで殺すと高橋さん確かにコメントにもあったり騎士っぽいですねこのスーツがスーツはやっぱりいいですねたまに、うん、着て出てくださる方いらっしゃいますけど、うん、さあまずはトリム選手からどう入るかですね、うん、アンマスクは多分打ちたいとは思うんですけど なるほど。ここで暗黒の儀式をリムーブして暴露ですね。ピッチスペル、つまり放送ビルのような形で打てるハンデスペルです。さあ、タニベ選手、トマク能力を確認します。<laughs> なるほど、ちょっと <laughs> ニヤニヤしてゃいますけど。<laughs> <laughs> さあこの中からですとまあ結構悩ましいですよねうんまあ一番強いドロースペルを抜くか、うん、まあでもディ,グ抜きディグとか抜きそうですけどね本田、ね、シアンを抜いてきましたねまあちょっとディグは打つまでにタイムラグがあるんで、うん、手札を整えさせる前に決めるなるほど強い石の表れさあここはなるほどいきなり吸血の強者カウンターが見えてないうちにということですね何を持ってくるかですねうん やっぱりこれは釣竿系ですかね良さそうに見えますけどね、うん、バザールがあるんであグリセル自体を持ってくるなるほど釣り自体は、えー、普通に8枚入ってるんでバザールで進めていけば十分たどり着けるだろうとさあこの吸血の強者何でもね2ライフと引き換えに持ってこれてしまうというとんでもないインスタントでございますが。 インスタントなんですけどメインで言うとねやっぱり精神的つまずきとかを警戒してカウンターがないうちにということですよねさあこれでグリセルブランドがデッキのトップに乗ってる状態さあ高橋選手1ター目あやっぱ精神的つまずき引いてきましたもんね大正解今相手のエンドワで待ってるとこれが打ち消されてプランが、うん、かなり狂ってたので いいですね僕も吸血の狂持者とかスタンダードの頃は全然手に入らなかったので、うん、そうですよね <laughs> <laughs> さあここでドラゴンの息が手札に加わりましたさあトリウム選手はここからバザローバクダットで起動していきたいところですがまあでトリウム選手もう一回クリージーを墓地に埋めてしまうともう一マラのスペルをあんまり使う必要がないので、うん。 そうですね今の本当に吸血鬼の業者メインで打ったのはかなりナイスプレーですね、うん、さあここで気候の多摩君をキャストする高橋選手対象の守りとトアーティファクトになるとまあ王様じゃなくてほっと一息、うん さあここはバザーロボクだって起動せずにお,おここで引いたの五5両の復讐これで2枚引いて3枚捨てれば手札が3枚なのでまあ余裕でだいぶ、ね、2>, 2枚だけ残してさあ問題はここでキャストするかどうかというところですがやはりさあ わざらぼくだと大回転2枚引いて3枚捨てるなんでこれが土地なんだとすごい効果ですねこれの能力も持ったら鋳まなくちゃいますからねんで土地やねんね <laughs> さあ当然捨てるのはグリセルブランドと他二2枚土地をセットしてゴリラの復讐これが通るか通った さあこうなればもう早速、うん、さあまずは挨拶代わりに7枚いや14枚いってしまうかこれはまあ大体14枚いくでしょうねこのターンに殺しにいくのではないかとりあえず7枚 <laughs> ちょっと土地はもうこのターン置いちゃってるんで、うん、スイレ蓮の花びらか何かがないとあ,あモックスマルとかビンの花びらは今引いてたような さあもう1回14枚さあこれはモックスもあるブラックロートスもある <laughs> そして全国の玉字もあるとこれは揃ってるんじゃないでしょうかまあやっぱりヴィンテージクラスになるとすごいですね、うん、レガシーとかだとこっから意外と動けなくてバン、ね、ドになったりするんですけど、うん、ヴィンテージはモックスがあるんで<う>止まらない止まらないモックスもあればね サーチカードも充実しているのでそうそう止まらないですねやはりねさあもちろん「くもの触手」というストーム呪文も入っているのでも戦闘後にもう7枚引いてからコンボ指導もできます <laughs> さあ何からいくかまずは一応 <laughs> ああここで高橋選手が投了さあ1本目は神の鳥海選手がまずは 1本取りましたナイイスメイン,バンチューでしたね、うん、あれがすべてを決めたと言ってもかわい,いいプレイでしたね。そうですねやはりまあ常にそのメンタルミステップ精神的つまんずきの存在が頭にあるからこそででできるプレイすすよねねそうですねやっぱメンタルミステップもうあれさえくぐり抜けてしまえばもう必要ないんで一、うん、番スペルはあれがなかったらかなり違うゲーム展開になっていたわけですからねさあ神の強さ。 いききなり見せつけてきましたトリウム選手、まあ、ちょっとねセル・ブランドも,もう本当に神と呼べるぐらいすごいクリチャーですよね。試合が始まる前はちょっと、まあ、高い選手非常に強い選手などでとちょっと弱気なところも見えトリウム選手なんですが、はい、やはりプレーからもう自信。 と漂ってきますね本当に読み合いとかの解説とかもそうなんですけど、うん、やっぱりもうヴィンテージをやり込んでる上で相手の戦略もちゃんと読み切る、うん、もうだいぶ謙遜されてるんじゃないか気はしますけどね <laughs> そして対する高橋選手もヴィンテージの強豪としておなじみの方ですねずっとオースデッキを使い込んでらっしゃる方でオースマスターなんてねあ、ね、ったりもしますが。 もうそれこそ神から大須一点読みされるぐらいのプレイヤーということで、うん、おそらく高橋選手もかなりまあ自分が大須を使っていくことは予想されると感じてはいるんですがその上でオースを持ち込んでくるというのは相当の自信が、ね、こちらも伺えますよねちなみに神は99%自分のできる大須だと思って挑んでくるとおっっししゃってましたあーなるほどでも結構、神への挑戦と同時にまあ挑戦者と大須の。 うん、挑戦みたいな試合かなという気がしますけどねもうそれでも大須で大須を選んできたというのは、うん、さあ勝負は2本目に入ります、まあ、いつでもね先手非常に重要なゲームですがヴィンテージは特に重要です今度はすごいことしていますごいことしていく置かないことありますからね さあ次は挑戦者高橋選手が選定を選ぶでしょうさあ初手はどうださあこれはちょっと今ねまたバザールよりバザールと同じぐらいすごい土地ありましたねそうですテフェリで起こすと最高に気持ちいいライブラリオブアレクサンダリア <laughs> ただちょっとメンタルミステップは見えたんですけどうん 土地というう面でではそす,すよ、ね、まあ一応マナーが出るんですが、まあ、無色マナーなのでというところですよね。さあ対してトリウム選手ですが「あデモニック中」と「悪魔の強者と「マナー加速もありバザールもありと」とそして妨害も集団的蛮行がある。うん、あなかいい手札に見えますけどね。さあしかしどうでしょう高橋選手はキープしたように見えますが。うん あ結構時間はかかりまあでもそれでも3段目ぐらいには終わりそうですが <laughs> さあ両者キープですかね、うんまあ、逆に長引いてしまうと、まあ、コントロールデッキの側面もあるオースデッキがかなり有利にはなってくる感じでしょうかそうですねさあしかし鳥海選手アレクサンドリアに対してはここで盤石が打てるのは今モックスを引いたんで、うん、ああ打てますね さあモックスサファイアこれで2マナから集団的番号これは強いですねアレクサンドリアを妨害できるという、うん、さこの「ライブラリーオブアレクサンドリア」タップするだけで1枚ドローができるというと,とんでも能力がついてるんですが条件がありまして手札が7枚じゃないと使えないってことですねつまりかなりこの能力が活かせるのが遅くなってしまうと。 も本来であれば、次の段ドローして、で、七枚で、いきなりドローできたんですけど、うん、それがちょっと崩れてしまうので、土地を普通に引かないと厳しいですね。さあ、引けるか。うん、引けず、タイムウォーク、クロワーク。 さあこれでかなり動きやすくなったであろう鳥海選手ですがスクも引きました、ね、いやさっきのモックスはすごい大きかったですね、うん、相手の妨害もしつつ速度も上がってるんで、うん、さあもう一発集団的クをもうバンバンドロー落としてっていう感じですかね、うん あリ選手ここまで安全確認しておいて次のターン、多分あんまスク経由でそうですねリアニメートまで五両の復習なり浅すぎる墓穴までつなげられるんじゃないかと高橋選手は次で土地を引かないとかなり厳しい。 あしかし放送ビルですねまあただ鳥海、えー、選手のドロー次第ですね,ですね最高にかみ合いがいいとアンマスク経由でだけどまずそうか、うん、墓地にクリーチャーをまずは落とさないといけないですねそうですねただまあバザールで引くと分からないですねあまずは悪魔の強者からクリセルブランドを持ってこようということですかね これはどううでしょうねカウンターせずにここは通す、うん、こうなると鳥ム選手はあとはリアニメート系のスペルを引くだけでいいと、うん、一応、昔からいろんなフォーマットで墓地に落とすカードの方が枚数が少ないんで、うん、まあカウンターできるんだったらそっちをした方がいいとは言われてますけどこの辺は難しいですね高橋選手が今ビルを持っているって情報をトリウム選手は持ってないので。うん まあ最後の最後まで引きつけて、ね、バザールを使わせてからっていうのをそうなんですね、アウォーグがあるんでバザールからなんと黒マラが出るという早速お<ー> <laughs> すごいに枚いですね、五稜の復讐とヨーグモスの石ですね、石ですねヨーグモスの石を伝説のカードです、強すぎる伝説の,ー伝説のーヨーグモスの石は 3マナのソーサリーでこのたんあなたの墓地から全てのカードをプレイしてよいという何を言ってるのかちょっとよく分からない<笑><笑>でブラックロータスとかまた使えるようになるんでにとんでもない <laughs> さあ7枚なのでライブラリオバアレキサントリーを起動しかしまだ引けないうそうですねここでバッスルヒをディスカードしてターンエンドです ここは決めに行くかトリム選手行きましたね行きましたねまずは暴露からこ <laughs> ここには放送ビル石の力で打ち消していきますこれでトリム選手が知らないカードはあと1枚だけですかね <laughs> バスレヒ1枚捨てててさっきの通常ドローンの1枚以外は全部知ってるんで、うん、さあ行きました さあここはグリセル・バンド・でゴリの復帰これで投了 <laughs> さあ<ご> <laughs> まさしくこの鳥海選手ソリッドというフレイングもうここまでは本当にデッキを呼んできて、うん、このデッキをなぜ持ち込んだかというのは存分に、うん、さあこれで勝負は2-0鳥海選手が防衛に大手をかけた形ですここからサイドボードに入ります トリム選手は本当に多分読み合いが上がってると思うんですけど相手のサイドボードカードまで読み切ってたので相手が入れてくるカードはこれなのでなのでこちらはこういうプランにしようと、うん、まあもちろんえ対戦相手高橋選手は墓地対策などをしてくると思うのでそれをずらすようなさあこちらのカードですねちょっとね効果が 長々としているんですが、まあ、クリーチャーが出るまで墓地に落とし続けるのかなカードがいや X マナで起動してなん,なんだったかなクリーチャーがめくれるまでめくるんですけど、まあ、要するに黒の力戦黒の力戦があると墓地にクリーチャーが落ちないんで,、うんでね、ん勝ちと僕も細かくよく知らないんですけど2枚揃ってると勝つ <laughs> たまにテキスト読んであ意外と普通に起動でもいけるなって言って <laughs> 起動してそれで勝ったりもします、うん、ただ普段はテキストあんまり読まない長すぎるために。 この2種類のコンボ、相手の墓地対策をしつつ、うん、ついでに必殺コンボも、うんえー、仕込むことができると。さあやはりこのヘルム・ボイドプラン、取ってきてますね、トリム選手、まあ、本当に4本目まで想定してるって読み合いの段階でおっしゃってました、ねうん、なるほどあの、3本目でいろんなカードを見せた場合に、それでもこれだけいろんな角度から攻めたら対戦相手は対抗しきれないだろうと。 はい、こちら心なき召喚ですね。いや、こ大好きだったんですよね。うん、僕、すごい使ってました、ね。<laughs> <laughs> このカード、まさかヴィンテージで、そ、うん、う、オース対策というと、途端にすごくかっこいい。そうですよね。果樹園とくんが死ぬっていう <laughs>、はい。さ先ほども試合前に高橋選手の説明だった通り、このオースデッキですね、えー。ドロイドの近いの能力を使うためには、対戦相手の方が多く、クリーチャーをコントロールして必要があるので。まあ、近畿のカ果樹園というですね。 好きな色マナが出る代わりに対戦相にいちいちトークンが出るというカードなんですがこちらですねこれがナチュラルに対策になってしまう先ほどの心なき召喚でマイナス1することによってこのトークンが出ない出ても死んじゃうということになりますので対策になるといす,ごいす,すごいですよね<当> <laughs> 心なき召喚をここまでかっこいいと思ったうた、ん、多分もう本,本来ならねデメリットなんですけどね。そう 小さくなってしまうというデメリットなんですけど、はい、さあここまで高橋選手を圧倒していると言っても過言ではないでしょう鳥海選手 <laughs> さあしかし高橋選手もオースマスターの意味は伊達ではないということでここからの巻き返しにも期待したいところですね ししかかどうなんですか2回連続でグリセルシュートを神が持ち込む結果となったんですけど、うん、グリセルシュートは実際どれぐらいメジャーなデッキなのかっていうのはそうですよ、ね、あんまり結果見ててもあのえマジックオンラインの結果とか見てても、うん、見たことがなくて結構いろんな形があるというふうにラストムジックだったりとか、うん、まあいろいろあると思うんですが <laughs> 結構ね本当にいろんなデッキがフルパワーで <laughs>。 高いルビンテージというフォーマットなのではい、ありがとうございます。ヘルムの能力をあ,ありがとうございます <laughs> いやしかも昔のテキストってもうそのまま読んでもわけわかんないから多分今のオラクルを読まないとわけがわからないんですよねクリーチャー X のめくれるまでるノンクリーチャーデッキだと普通に起動してもなんとかいっちゃいそうですねそうですね、うん さあ3本目に移ります鳥海選手、ここを勝ってストレートで防衛果たせるか高橋選手が意地を見せるかといったところですが果樹モックスブレインストーム、うん、オースはありませんでしたがそうですね、まあ、キーカードのうちかなり揃っていると <laughs> さあそして鳥海選手ヘルムが見えますねここれれはは両両方方揃揃っっててました、ね、両方揃ってるあこれは ししかしまあまだ幸いというべきかまだ加速はないのでいやでも2ターン目にディアボリックあデモニックチューターからバンチ<あ>えっとそうです、ね、ブラックロータスを持ってくればちょっと待ってくれとゲーム開始は待ってくださいとああとさあこれはどうかさあモックスジェットとちょ置いてターンエンド そうですねちょっと私を恥ずかしながらブラックロータスという存在を忘れてダークリチュアルなんて言っちゃいまでしで多分ダークリチュアルでも足りてるとは思うんですけどねさあここで2枚目の土地からオルカニックアイランド <laughs> さあここは高橋選手どう動いてくるか ブレインソンやはりトーモットクリプトトーモットの場所を入れてきていましたね <laughs>、うん、さあただ、えー、墓地を使ったコンボはこれで抑え込めそうなんですが、うん、やはりトリム選手のサイドにしてきたこのコンボが止まるかそうですよねさあトリム選手取ろうさあモックスルビー これはもしかして <laughs> このターンは大丈夫ですね大丈夫ですかえブラックロックスが必要ですからねててさあ悪魔の教授者これは細ビル石の力で打ち消していきます <laughs> さあしかし そうですね鳥海選手が、うん、まあ高橋選手の出禁にとってあんまり効き目がなさそうな力戦をゼロターメに出してきたということは多分そこまで高橋選手も呼んでると思うんですけど、うん、それでもねちょっと止められるかどうかというと別の話になってきますからね。<laughs> 今のところ高橋選手は妨害できなさそうな手札だと思います、うん、おっとここで地染めの太陽をキャストバザールを無効化できる土地、うん、ああエンチャット、うん、さあワンドローでマナドレインですねマナ吸収が手札に変わりましたおっとここで <laughs> アンマスク暴露もいいている次ですかね、うん、次はターンはモックスを置いてヘルムが起動できるマナに到達するのでこのターンあーしかも素晴らしいちょっと用ーもルトの石を切るのは若干今後を考えるとできれば持っときたい、うん、カードだったんで,うで、ね、今力戦って最高にどうでもいい呪文を引いたので。 さあ暴露をプレイこれにはマナドレインですがつまりこれはしかしトリウム選手持っているさあ高橋選手妨害はおそらくできないでしょうまあちょっともうマナをあげたくないので、うんで多分この段いきそうですけどねさあ さあこここでヘルモブウィエンスこれが X1 で起動されてしまうと高橋選手敗北となりますがまあここさあここで投了。はいというわけで第12期ビ、うん、ンテージ新決定戦。 えー、鳥海隆選手が防衛となりましたおめでとうございます